学生食堂とは、大学、専修学校、高等学校などの学校構内に設けられた学生に飲食物を提供する食堂、略して学食とも呼ばれる。日本の大学の学生食堂特徴として、カフェテリア方式やセルフサービスによる人件費の軽減や安価な食材を大量に仕入れるなどの合理的な運営により、 比較的安価な飲食物を提供する点が挙げられることがあるが、その一方で外食チェーン店やレストランを導入し、美味しい高級グルメを提供する学生食堂もある。ミールカードやミールチケットの名称で食堂の年間利用券などを発行している学生食堂もあり、学生の食生活を支えている。東北大学や宮城教育大学のように、 学生の食習慣の改善を狙って、朝食を積極的に提供する大学もある。運営は、地元の小規模な給食事業者や弁当製造メーカーである場合が多い。また、大学生協が運営する学生食堂も、国公立大学を中心によく見られる。以下は、主な一覧である。アメリカにて、ドイツでは、大学の学生食堂のことを、免座と呼ぶ。 アメリカ合衆国の大学の学生食堂はビュッフェスタイルが主流となっている。しかし、学生には余分に盛り付けてしまう傾向があるため、トレーを廃止するトレーレスダイニングを導入している大学も多い。ありがとうございます。